はい、じゃあね、やっていきましょうか。ウィリスの3つ目のクエストですね。いいとこに来たな。ここはもう終わりだ。よくやった。次の仕事がお前にやる最後の仕事だ。乗れ。おお。捨てんなよ。コーヒーガブ飲みしたからそれを使う。たく。真相を伝えるが、覚悟しろよ。親父さんがおふくろさんを殺そうとしたのは逃げようとしたから。ゴールデンパスやキラット、すべてから。なんだと。まず、お前のおふくろさんは白なマタタだかなんだかだった。そしてマガンに惚れていながらもスパイしていた。それから親父さんは愛国者で、ってことはろくなやつじゃない。この続きか。ユマの士官をもう一人消してからだ。じゃあ行ってこい。うん。デスフロムアバブ。俺の目的もしかしたらあれ？やっぱり。はーい。ふう。ウィングスーツ気持ちいいね。ナイフでも何でもいいが敵を切り刻んでやれ。それがユマへのメッセージだ。以上。あいつか。ターゲットを切り刻んでやれと言ったのはジョークじゃないぞ。死体は原型をとどめておく必要がある。銃や爆薬ではダメージがでかすぎるため刃物を使うんだ。なぜ綺麗な死体がいる。 AJ、 お前に嘘はつかない。昔は雪が好きだったので。間違えちゃった。よくやるんだこれ。また矢でもいい。あ、お、お、あー、なんか動物が暴れてるみたいですね。そう、あの止まっててくれたりはいっぱいいるな。ここでも肉投げたら動物来そうな気がしますね。混乱用に投げとく。やべ、なんかいる。あ、動物に見つかった？もしかして人間じゃなくて。やっぱり。つまんねえ、ばったりやって。あ、逃げてる。来て、何？あ、全然死なない。つえー。これ俺が呼んだやつかな。自業自得ってやつ。ターゲットは近い、近いよ、かなり近い。でも喋ってるな。
あーいるね何人か。ねえかな、なんかあ、そっか、あ、ナイフオンリーか。銃や爆弾じゃダメって言ったから、矢はいいのかなと思ったのに。原型とどめるよ、矢も。ナイフでも何でもいいが、敵を切り刻んでやれ。それが今へのメッセージだ。はいはいはい、わかりました。でやる。いっぱいいるな、おい。AJ、ターゲットを切り刻んでやれと言ったのはジョークじゃないぞ。死体は原型をとどめておく必要がある。銃や爆薬ではダメージがでかすぎるため刃物を使うんだ。なぜ綺麗な死体がいる？ AJ、お前に嘘はつかない。騒ぎになってる。ん？いた？した？なんだ？俺じゃないよ。なんか獣が来てるの。静かになった。クマがいる。あれか、あのシリアってクマだよね。でかいもんな。あれにやられたっぽいな。あれ死んでんじゃない、あれ。なんか寝そべってるに見えるけど。何人かいる？何人かいるな。あ、うん。やっべ、ちった、もうバカやった。おお、全然当たんねえ。おお。待って。もし踏みまくった。二人かな。うわ、犬もいるな。弓の技術がひどい。当たった。あ、何、おいおい、ちょっと勘弁してください。もうわーわーわー、空間の警備がとんでもねえことになっちまった。投げてお祭りにしてやろう。あいつらの数ちょっと減らす。いいね。いや、一発死なねえな。
頑張れヒョウ。いいぞ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 、やれ、いいぞいいぞ、あいいいいいい猫パンチ、よしよしよし、こっち来んなよこっち来んなよ、あいいねいいね、そっち行くのいいね。これヒョウにさ副官がやられた場合ってどうなんでしょうかね。ノーカウントなんでしょう、当然ダメなんでしょう。あいいね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 、ヒョウ頑張ってる。ああれ死んじゃってない、死んじゃってない。あいいんだ。なるほど、これはいいね、漁夫乗りだね。よーしよしよし、さてさてさて、ターゲットがいなくなったぞ。いなくなった、本当？ここでーす。ウィリス、やったぞ。写真でも撮っておけ。今日やったぞ、今日がカッコ。ありがとう。写真は撮った。映像、下で待ち合わせだ。あ、このヒョウちゃんか。ありがとうね。あのクマ生きてんな、なるべくバレない。ウィングスーツ、オッケー、フォー。ん、なんか俺狙われてね、わー怖え。嫌な予感ですよ。お、ヒョウが暴れてる、ナイスヒョウ、ありがとう。ああやばいやばい、石にぶつかる、危ねこっちでいいのかな、適当に飛んでるけど。わ、ヘリがいた、マジか。え、雪崩、ほんとクソだよこれ。やばいやばいやばい、あぶねえ。慎重な操作。わあやめてやめて、わあやめて。ああ、やばいやばいやばい、まあまあ、タイムタイムタイム、ちょ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 、あとであとでやんなさい、雪崩はあとで、あいや、あとでやんなさい、あとでやんなさい、もう今やめなさい、よしよし、ふぅー、おい、できたよ。ターゲットは消したか。ああ、俺が始末したよ。今日がね、今度こそユマか。乗れ。この情報が最後の報酬だ。お前が始末したのは全て CIA のスパイだ、用済みのな。アメリカにとってパガンが脅威ではなくなった以上、ここでの痕跡を消す必要があった。お前いい仕事してくれたよ。じゃあ他の話も全部嘘か。お前の両親についての話は全部本当だ。ユマのことは、うん、本人に聞くがいい。何すんだよお前、悪いな、でも言っただろ、愛国者にはろくなのがいないって。やろう、おー、アクトに完了しましたね。これ捕まっちゃったのか。あの野郎、袋をかぶせたままなのか。ああ、息できないだろう。なあ、窒息しないように穴開けたか。ハロー、 CIA とのお遊びは楽しかったか。ドゥルゲシュへようこそ。むさ苦しいところで申し訳ないが、君が好き放題暴れたせいだよな。ゴールデンパスなんかと組むなんて。そしてポール、かわいそうに君の連れの敵でも取ったつもりか。名前はダメパン、クソパン、ドアノブ。暑いわね。退屈させて悪いな。
これから可愛がってやるなら徐々に慣れさせるべきだ。クソも砂糖をかければ食えるだろう。どうでもいい、確認したなら出てってよ。まだ仕事が残ってるんだから。はいはいはい、でも殺すなよ。五体満足のままでな。最後にな、あエイジェイ、苦しいだろうがこれは愛の鞭だと思ってくれ。それに素晴らしい景色の部屋を用意してやる。ああ、それからもう一つだけアドバイス。あまり端っこで寝ないように。いい加減どいてくれない？わかったわかった。床に伏せろ。なぜ床に伏せるんだ？床がどうした？何のつもりだ？今の何だ？投資しちゃうよ。さっきのパンシュか。落ちる夢、ここからよく落ちていくのよ。目を覚まさないままね。弱い者もそうやって死ぬ。下を見るな。知ってるが、これ開いてる。反乱者の遺体を食べるって話は、俺が雲だったら糸を垂らして降りていけるんだが、だけど俺にはなれない。あの女がすでに雲なんだ。彼女は皮膚の今夜ジェイエスと私は山の表面を下る道を見つけた。あとは岩陰からぶら下がり降りられるようフックとローブを見つけることができればいい。重力が3倍になっているような気がしている。この場所がこれ以上仲間を消耗させてしまう前に今夜立たなければならない。夜まで町広間にいる悪魔どもに気づかれずに抜け出せると。鍵すらかけてないんですよ。雲は嫌いだ。痛くない、何も感じない。ああ何も感じない。あいつらは壁を抜けてくる。バードイーター、カゴには鍵開けられた扉ついていないが、落車さあなたを待っている。蜘蛛の毒は近くにいるとより強力に刺してくる。小鳥をカゴから離れるでない。必要とあらば身を低くし、仕掛けに入れないようにしろ。だが下を見るぞ。なんか黒い何かが漂ってて、みんなが頭おかしくなってますね。なんだこれ。おお、あああああ、いっちゃった。なんかここに悪魔的な何か、悪魔っていうかなんかそういう霊的な何かあるのかもしれないですね。落ちちゃった。昔カリナガの崇拝者たちは町を築いた。岩山を削ってね。それは偉大なる文明だね。今の惨めな出来損ないのキラッと違って。あー、なんかあれ、あそこで見たやつと同じだ。お、何もできない。近づいちゃダメなのかもしれないですね。これコントローラーがあいつに近づくと尋常じゃなく震えます。あの、なんだっけ、どこだっけ、あのなんか桃源郷みたいな世界みたいに殺せなかったですね。やろうと思ったけど戦えないみたいな。やべ、バッテリーがやべ、コントローラーの電池が切れちゃう。すごい変な空間だな。ずっとね、コントローラーが強烈に震えてるんですよ。
近くにあの怪物がいるせいなのかもしれないですけど。ん？なんかあるね。グラップルの部品の一つだ。こっち行ったら鉢合わせそうで怖いけど。うわー、すげえコントローラー触れてる。あ、すげえ、やばい。ホラーゲームみたいな。多分あいつ触れたら死ぬんじゃないかな。そんな感じますよね。すげえ震えてるコントローラーが。あいつが近いと震えるんだと思うんですけど。おお、今音震えが止まりましたね。結構遠くなったのかな。黒い怪しいもやは、なんだろう、あいつのなんか流れとかを表現してるのか。あ、なんかすごいな、あそこ。あそこっぽいな。ん？違うの？これ。もっぽいけど。あ、やっぱり。お、グラップルで逃げろ。あ、来た、なんか来た。あ、やべ、逃げろ。完璧ケツから追ってきてるな。何の話してんだ、声。よいしょ、逃げろ。よいしょ。む、これ以上はどうする。え、ここまでは来たものの、え どうすんのこれ。ここが落ちてる。これストレートに落ちたら死ぬでしょこれ絶対。あっ、ん、強いかな今。一瞬なんかグラップルポイントっぽいのが、あっ、あれか、あれか、あ、あったあった、あれだ。我が子絶望に陥って、あー、私は真の信仰を手に入れた。足りなくを見せた。私はシャングリラに行き、落車座を倒せ。そして私は蘇る。何の話してんだあいつ、声。この辺、この辺かな。おい、あっぶな。できなかったことを成し遂げ。なになにこの声、怖い。人に真の文明をもたらして見せるのだ。頑張って頑張って、見せちゃって。ちょっとそれどころじゃない。手作りグラップルすげえな。
ふぅ、落っこっちゃった人だな。あ、嘘でしょ。びっくりした、滑り落ちたよ。もうこいつも作ってここまでは来たんだな。なんかね、ちょっとなんて言うんだろう、画面が震えてるっていうか、ちょっと体調がおかしくなってる。なんかあの魔物がまた近くにいるな。脱出できなかったやつらの怨霊でもいるのかもしれない。あれ外れないんですけど、おお、来た。あ、やべえ。頑丈でよかった。は延期だ。下界の旅を延期するしかなさそうだ。この衛兵に道具を発見され奪われた。今はきっと崩壊した電波塔の下の武器庫の中だろう。あそこは常に見張られて奪還は困難だ。銃なしで逃げるなら自殺も同然だしな。あ、何これでも修行所？くくり持ってない。あ、ごめんなさい。撃つの撃つの、嘘。見つかっちゃいけなかったのね。やめてやめて、噛まないで。キュー、逃げろー。こうなってから生きて出るとかできる。犬に全力で追われてるんですか。ケツ噛むんじゃないよ。わお、おお、でで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 でこれダメだ。あー使ったところでケチがついたな。チェックポイントまで行っちゃった。こっちが逃げ先なのかは知らんが、ああ間違いないな。あの塔からあのロープですね、おそらく。なるほど。これ同じだな。あ、でもあそこから越えることもできそうかな。いや、なんかいるね。絶対あのロープだよ。どう考えてもそういう風な演出になってるように見えるもん。ナイフがないからきつい。せめてナイフ1本あれば。うん、弱ったね。
シュ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 、ああ見られてる見られてる、シュシュシュ。お、これは素晴らしい、素晴らしいじゃないか、武器の山だよ。あーこれ戦えるな、いいねいいね、あいいねいいね、あいいねいいね、よしこれで一戦交えれるな。可能な限りやらないけど、可能な限りね。もうやっちゃうんだよな、すぐすぐ見つかっちゃってね。あれなんか落ちた俺。おい、あれあのロープのとこまで行ける三段だったんだ。あやっぱりラップがある。あれなるほど、これで脱出できるかな。ゲートを固めろ、絶対に。バイビー、バーカバーカ。運100発あればだいぶ戦えるな。おっそおっそあ鳴らされてる鳴らされてる、早く逃げて。あなんかこれ吹雪だ、吹雪、走れない、逃げて逃げて。ん？なんだあれ？ビッグフット？ここから超展開でビッグフットに助けてもらうのかな？アミダ、あ、起きた。まったく本当に悪運が強いのね。敵の領域を一週間も探したわ。投資する前に見つかってよかった。サバラは得意の神頼みじゃない？暗闇でどうぞ無事に帰ってきてくださいってお祈りよ。3日間あなたを看病してきたけど、もう大丈夫そうね。私は行くわ、まだ戦争は終わってないから。サバルは一つだけ正しかった、あなたが必要ってこと。いてくれて心強いわ。いやーなんか長い長いクエストでしたね。あの野郎覚えとけよ、ウィリスだっけ。よし、じゃあここで一旦区切ろうと思います。多分ねこれでもうやれるようになったんじゃないかなと思いますね。なんかはい、じゃあねアミータのクエストやっていきましょうか。なかなかねアクト2は終わったんだけど、ここからは無理だけど、できないみたいで、いける、どう？協力プレイが、俺に話があるって。ええ、私たちが解放したのは南だけで、北とはキングズブリッジで分断されているの。でも時は来た、うんうん、ハガンの縄張りに入って北を解放する。いいね。でも橋の警備は厳重、
ゲートは強化コンクリ製で爆弾は効かない。 C4 程度の攻撃じゃ無意味よ。正面から挑むのは自殺行為ね。でどうする？計画がある。化学物質を運ぶコンボイよ。あなたはトラックを奪って敵地に乗り込み、ゲートを吹っ飛ばすの。北部の解放とユマにも一歩近づけるわよ。行ってこいじゃねえよ。バカかお前ら。行ってこいじゃねえよ。一緒にやろうよ。これ俺がノゲゲンに要塞に、はい扉開けたから行ってこいって言うの出して変わんねえじゃん。すげえなあ。悪魔のようなミッションを俺に要請してくるわこれ。はい、じゃあそこ行きますね。ちょっとこうコンボイ奪うんでしょ。はい、着きました。アミータ、着いたぞ。準備完了だ。準備完了。声が聞けて嬉しいわ。ちょっと心配してたの。輸送トラックは南西から来るはずよ。ちょっと心配してたんだ。ちょっと南西、こっちかな。来ないよ。そろそろ来るはずよ。あ、来た。あー、後ろのやつを奪うのか。正面のトラック、車をさっさと吹き飛ばしてしまった方が良さそうですね。多分トラックまでぶっ壊してしまうと全部お花になっちゃうと思うので、ほいっと。さあやろっか。運転してるやつやった方がいいかな、これ。あ、やばい。止まんなかった。なるほどね。敵車両の近くで運転して、運転手を見て、パイクだ。そんなことできるんだ。すげえ。へえ。エンジンを破壊しろ。できんの、そんなこと。うわ、すげえ。おお。アミータ、トラックを確保した。こんなことでいいんだ。エイジ、こんなに北部に近づいたのは何年ぶりかしら。感謝するわ。それから、はーい、幸運を祈ってる。お願い、死なないでね。でも死ぬでしょこれ。死なないでねっていうミッションじゃないんですか。こんにちは、どうも。でよろしいんでしょうかね。ドゥ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 。ノリノリだな。うわ、曲がりづら、曲がりづら。うわ、曲がりづらい。さすがトラック。わあ、一人称でトラック運転難しいなこれ。こんにちは。ダメだよ、道路にそんな物置いたら危ないよ。じゃあ、こんにちは。ちょっと打ちにくいな。見えねえ、何も見えねえ。何も見えねえ。おお、危ねえ。いや、いいね。位置が違う。痛い痛い痛い。行くぞー。おー、だんだん来てる。あ、なになに、見えない。ちょ危ない危ない。ラケの下落ちちゃう。こんにちは、こんにちは。危ないですよ。どうもどうもどうも、 AJ です。これやったことあるわ。あ、いた。施設を確保。お前この子に及んで俺に施設の確保までさせる。あー、マジでマジで。すごいわ、めちゃめちゃ強いてくるわ俺に。いろんな仕事強いてくる。勝たねえだあれ。
いやいっぱいいるな。こんにちは。ちょっとむちゃくちゃな女性の命令できました。2軍投げてみようか。ほら来ねえかな。あ、俺も投げる。つい、はい、2人取れた。やろう、あいつらいい曲から出来上がった。ドラゴいいよ。いっぱいいるな。あ、これ敵？違う。こんにちは、こんにちは。あ、いた。まだいる？だいぶ減ってるけどね。いたわ。ちょ、ほんとこれスコープつけたいな。弾ないかな、弾。あ、うん、なんか敵湧いてきてますね、これ。チラッチラッ、うん、そっち行った。どこ行ったんでしょうね。よし、アミータ、橋を制圧した。回線をつなぐぞ。よくやってくれたわ、めちゃくちゃだわ。ちょっと待って、AJ、敵が北から迫ってきてるわ、はい、この衛兵よ、あなた兵たち。手ごわいけど、絶対に橋は奪還させないで。幸運を祈ってる。奪還させないでじゃないよ。なんかメッセージ流せ。やりますやります、もう。いきます。キラットの皆さん聞いてください。ゴールデンパスの英雄 AJ ゲールが北部の同士と私たちを分断していた橋を制圧しました。今日はこの国の解放に向けた歴史的な日です。パガンの圧政に一矢報いた。この辺から来んじゃない。全軍、橋の防御を敵の位置がどっから来るんだろう。あ、来てんじゃん。ここか。これも当てれる距離じゃなくなりました。離れたい。当たったわ当たったわ。あ、なんかちょっとやばいやばい。この衛兵っていうだけでなんか硬そうだなこれ。ああ、一回引くか。俺にとってやりやすい位置に移動させてもらうよ。射撃の的だよ。攻撃の手を緩めるな。普通のやつらとこの衛兵何が違うんですかね。獣のマーク。あ、なんか評価なんか来てんの。140発か。いてててて。ん？上から見られた。あー、どうしたもんですかね。おー、もう手榴弾ガンガン投げてくるこいつら。怖え。
弾が持たないな、こんな調子だったら。いつらの弾ちょいちょい盗みながらやらない。お、来た来た来た、なんか助っ人が来たよ、助っ人が。やった、ほい、イエーイ、俺のピッチングテク、ナイスピッチング。こんにちは。どっから狙われてるこれ。あ、スナイパーがいるな、この辺かな。いっぱい取れた。あとこの辺、あ、取れなかった。おい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 、マジか、逃げ先がやばい、これは。あっつ、ちょい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 、ちょっと俺をスナイプを、スナイプで狙ってるやつがいる。痛い、痛い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 、死に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 。君たち仕事して、お前か、お前か、こら、やりきれないね。あ、やったやった、お、ナイス、お、やったんじゃん、結構。エイテ、兵士たちが橋に向かってるわ。え、制圧できる。彼らと合流して、あなたが自由の鉄槌を下したのよ。アンセイルクのとこに向かえ、はいはい、もーす、やめ、無駄弾使うんじゃないよ。イエイ、最初からこの人数で行こう。ゴールデンパスト、リーダーのアミータに代わってお礼を言わせてください。あなたのおかげで自由への道ができました。道はパガンミンまで、タバコ吸いながら続いているのです。バカにしてんだろう。草の一本一本に個性がある。シダはこの国、やめろ。これで行けるのかな、もう北部に。多分行けるんじゃないですかね、これでと思いたいけど。はい、一旦ここで区切ります。はい、北部にこれ入りましたね。で、ちょっとこのアミータのところに移動してます。パガンミンに言いたいことがある。聞こえているか、お前はもう終わりだ。え、ラジオのやつ強気だな。多分ね、もうノゲゲンとホープできるんじゃないかなと思うんですけどね。アミータ、北部に入ったぞ。北部ね、ウトカルシにはもう何年も行ってない。雪が降って、そこにはゴールデンパスの仲間がいるの。いい人たちよ。ウトカルシは橋の向こう側、現地のことは彼らが一番詳しいわ。連絡を取ってみて。でも気をつけてね。この衛兵は普通の兵士たちよりずっと強くて頭も切れるから。へえ。なんかさっき戦った感じだとあんまりそんな感じしなかったですけどね。いつもの連中と全然変わんねえみたいな感じだった。とカルシュ、あー、北部にもワシがいる。北部のワシもちょっとまだ調教してないからガンガン襲ってくるかもしれないですね。南のワシはだいぶ分からしたんですけど、王立軍の副官を倒して現地の活動妨害、あいつのこと、あれのことですか。
ここでいいですか。まずい。違うのかな、よくわかんないけど、これはちょっと私の今の目標からだいぶそれてるので、あ、ここでもう降りていいのかな、こっちの方っぽいですね。あ、あそこね、はい、降ります。アガンミンの思いっきりなんかこれ占領されちゃってる。ぽいですね。あれ？でも反乱勢力に遭う。はい。こんにちは。こんにちは、こんにちは。どっから入んのこれ。君はクモザルの仲間か何かか。地下の部屋で待っています。エイジ、南部と連絡が取れた。ありがとう。アミータとサバルに伝えてくれ。準備万端だと。ん？これはこれは随分素敵なお家だ。よせ、俺の家族だ。とても可愛い。ん？おお、これ。これいいね。マホガニか。しかもまた家に劣らぬ素敵なカップルだ。善良なる市民、聞いたのだ。かなりがっつり蓋開けてますけど、最高のもてなしを受けたければラナ家を訪れるといいって。いろんな人に聞いたが、みんな同じことを言うんだ。最高にいい人たちって、誰とでも話すって。誰とでもと聞くと、誰とでもと答える。うん、あまり絶賛するので私も会いたくなってね。可愛い子だ。ついでにちょっと注意したかった。注意ですか。ああ、そう、聞いてるかもしれないが、この辺りには非常に始末の悪い連中がたむろしている。そういった連中、要はテロリストが、そう、君たちの善意につけ込むかもしれない。君たちの評判にも影響する。それは当然避けたいはずだな。はい。そうなら私に守らせてくれるか。君の評判を守るために。お願いします、民兵か。喜んで引き受ける。意見があってとても嬉しい。さて、そろそろ失礼しよう。ああ、あともう少しで終わる。国民の気持ちが分かってないなんてよく言うよ。やめろ、殺されるぞ。パガンを追う野郎。アミータ、パガンがすぐ目の前にいる。エイジェ、決着をつける時だわ。分かってる。お前もそのうち。こんなところでパガンを捕らえられるとはね。あ、やべ、マジか。
ぞ。あれか、ナイフで倒すの。なんこだわらなくてよくない武器。グレネードだったらサクッとやりますね。うわロケットランチャー打ち込まれた。今テイクダウン出ましたね。いけるかも。張り付いてテイクダウンできそう。ちょっとやってみよう。ナミータ、パガンがすぐ目の前にいる。エイゼ、決着をつける時だわ。分かってる。いますよ。だいぶ最初から接近をしていきましょう。あ、これは難しいな。軽装するとかなり、あ、ヤイロコプターに乗ったやつに狙われている。今俺じゃないよ。今敵のロケットランチャーがバカに当たったよ。今見ましたよね。あいつらやったよ。俺じゃねえよ今の。見た今。俺じゃないよ今。ほらバカ死んでんもんここで。あれ久しぶりだな。いや本当に。影武者？今殺しただろ。いや、君が殺したのは抜け毛が進行中だった影武者だ。どれだけ金をかけたかわかるか、アジア人ですらなかった。確かメルボルン出身だ。あの見事な頬骨を持って生まれたのが運の尽きだった。紙幣に使われてる絵はどっちだと思う？まあいい、過ぎたことは仕方がない。この次は君と私。1対1だ。なるほど。やべ、ダメだ、やり合えない。なるほど、偽物か。はい、じゃあね、この続きはちょっと、あたたたた、脳期限やっていこうかなと思います。お疲れ様でした。